私はパニコ、26歳です。大学時代の友人マイとアプリ開発の会社を設立した経営者です。昔から絵を描くことや物語を作ることが好きだった私は、高校時代にプログラミングを学び、ゲームを作る世界に興味を持ち始めました。大学時代はお小遣い稼ぎとして自分でゲームを作ったりしていたんですよ。それを知った同じサークルの前に声をかけられて、一緒にアプリ開発をしていくようになり、どちらからともなく会社設立が私たちの目標になっていました。何度も諦めそうになったけれど、ポジティブな前に励まされながら作り上げたアプリが在学中にヒットして、内定していた就職先をお断りして起業。もうすぐで設立3年目を迎えようとしています。今では社員5人を雇用して、ますますみんなに喜んでもらえるようなアプリ作りを目指さなきゃ思っていたんですが、収益が上がっていくと舞の態度がちょっと変わっていったんです。あら、ヨシキはとっても仕事が早いわね。あざーす。ももか、あのアイディアよかったわ。さすがももかね。ともです。部下のヨシキさんとももかさんは舞のお気に入り。与える仕事はスピーディーにこなし、他の社員たちをまとめてコミュニケーションが長けていると舞は絶賛しています。舞さん、もっと収益取れるように課金しないと進めないシステム導入した方がいいんじゃないですか。せっかくダウンロード数多いのに課金せずに遊べるアプリなんてオワコンっすよ。そうね。それじゃあこのアプリ、課金しないと次のステージに行けないように設定してちょうだい。ダメだって。課金ありきのアプリになったら、純粋にアプリを楽しんでる人が離れていくに決まってるじゃない。課金をしなくても楽しめて、課金をした人は違った楽しみができるようなアプリじゃないと意味がないの。私は目の前の利益だけに走ろうとするこの人たちをたしなめようとするんだけど、あのね、パニコは古いのよ。そんなアプリになんて誰も課金しないわよ。そんなんだからこの会社は利益が伸びないの。利益重視のアプリなんてすぐに飽きられるか、ダウンロードすらしてもらえないわよ。本当に楽しませてくれるアプリには、喜んで課金するっていう人が必ずいるはずよ。現に今でも利益は十分出てるじゃないの。もっと稼げたら部下たちにボーナスも払えるのよ。あなたは部下のことを考えてないの？考えてるから、安定した収入を得るために解約しない方がいいって言ってるの。最近の舞はお金のことばっかりで、目的が楽しいアプリを作ることから金儲けに移行しているのがバレバレでした。それなら不要な社員を一人切ってほしいものだわね。舞が視線を向けたのは40代の黒井さん。20代だらけの職場で黒井さんはちょっぴり浮いていました。誰かさんはずーっと座ってんのに、自分の仕事すらまともにできないみたいだし、年を取ってるってだけで他の人よりも多めに給料もらっているのに成果も出してくれないわよね。仕事は遅いわ、ノリは悪いわで、何の役にも立ってくれない給料泥棒なんていらない。舞はこの黒井さんにめちゃくちゃきつく当たるんです。あの、仕事に集中したいのでお静かに願います。でも黒井さんはそんな前に気がついていないみたいにマイペース。なんですって？もちろん舞を怒らせるのも大得意なんです。もういいわ、みんな今日はもう仕事は終わり、飲みに行きましょう。もちろん黒いとパニックは抜きよ。待って、まだ就業時間中じゃないの。仕事が溜まってるんだから、せめて定時までは。あー、やだやだ、そうやって堅物気取って何なの。いい子ちゃん演じてんじゃないわよ。てかさ、仕事が溜まってんのは誰のせいかしら。そういう人こそさ、残業でも何でもして少しは会社に貢献してほしいわね。ほんとそれ、舞さん同感っす。ですよね。なんかここにいると心機臭くて嫌になるのよね。仕事のモチベ下がる。
はい、ってことで、それじゃあみんな、早めの打ち上げといきますか。賛成。舞はこんな風に部下を引き連れて、業務時間だというにもかかわらず、飲みに行くことが多くなっていました。会社を立ち上げた当時は、一緒に寝ずにアプリ開発に取り組んでいたのに、今では仕事を私や部下に丸投げ状態。なんでも、どこぞの起業家との交流で忙しいみたいで、たまに顔を出しては職場を乱して去っていくんです。数日後、最近の私は連日徹夜続きでアプリの開発に取り組んでいました。実はね、私の中で最高傑作になるであろうアプリの完成が目の前に迫っていたんです。そんな忙しさマックスの中で、一週間会社に顔を出さなかった舞が華麗に登場。はいはい、皆さんお疲れ様。見るたびに派手になっていく舞。こっちは化粧する暇もないくらいに忙しいってのに。言いたいことはいろいろあるけど、今は仕事が優先。ねえ、ちょっといい？舞、この部分なんだけど、気安く話しかけないでもらえます？え？ジミコのあなたとは、もうやってらんないわ。え？あ、それってどういう？私、独立するから。え？舞の言葉を合図に、それまでパソコンに向かっていた部下たちが、スクッと立ち上がったんです。遅いっすよ、舞さん。こんな湿気が多い職場に放置され続けた私たちの気持ちも考えてくださいよ。どういうこと？彼らもあなたとはやっていけないんですって。え？正直この仕事量で低賃金なのはパニコさんのせいっすよ。これパニコさんの経営方針には納得いかなかったんすよね。だよね。これからは給料は今までの2倍、年に4回のボーナス付き、異業種パーティーに参加しまくりの華やかライフが私たちを待ってるの。ってことで、優秀な社員全員もらっていくわ。そんな。突然のことに驚いている私をよそに、部下たちはすでに荷物をまとめていたようで、颯爽と出ていく前の後を追って出て行ってしまったんです。嘘でしょ？もうすぐ完成だったってのに、私一人でどうすりゃいいってのよ！絶望している私の背後に気配を感じて振り返ると、なんとそこにはパソコンから目を離さずに微動だにしていない黒井さんの姿があったんです。黒井さん？私は残ります。優秀な社員ではありませんので、誘われなかったってだけですが。ありがとう。こうして私の会社は二人だけになってしまいました。それでも新作アプリさえ発表できたら持ち直せる。去っていったものを追うよりも今はやるべきことを。あれ？パソコンに向かった私は気づきたくない事実に気がついてしまったんです。データがなくなってる。そう、もう少しで完成だったアプリのデータがなくなっていたんです。やはりそうですか。え？奴らの仕業ですよ。それでどうしますか？この会社畳みますか？それとももう一度新アプリの開発を目指しますか？正直、一から取り組む気力もなかったし、二人だけでやれるだろうかという懸念もありました。でも私悔しかったの。このままで終わらせてなるものかってね。やってやろうじゃないのよ。盗まれたアプリよりも最高のものを日本中、いいえ、世界中にヒットさせてやる。裏切り者の前には負けないんだから。泥臭いパニコと黒いだけの会社なんてすぐに潰れるに決まっているわね。今の私に立ち打ちできるわけがないもの。それにね、まあパニコのアイディアは面白いけど、アプリの開発アイディアなんて有能な部下たちでも出せるものね。高い報酬を払ってまでパニコと一緒にやる義理はないわ。それに儲けベタなパニコといると楽しい生活が送れないもの。あの堅物つまんないのよね。私もっと楽して儲かる仕事したかったし、それにさ、こっちは慈善事業じゃないっての。
みんな、今日は独立記念のパーティーよ。イエーイ。いっぱい稼いでみんなで勝ち組になるわよ。私についてきたこと後悔させないかな。私は勝ち組、パニコは負け組。パニコの会社が潰れるのも時間の問題ね。3ヶ月後、私はまさにボロボロ状態、心身ともに疲弊していて、いつ倒れてもおかしくはありません。だって完成したわ、私たちの新作アプリが。そう、アプリの開発のためにほとんど寝ずに頑張ってきたのですから。時間の感覚がわからなくなるほど詰め込んで、ようやく完成した自信作。これも黒井さんのおかげ。いやー、舞が優秀な社員全員連れていくって言った時は黒井さんも取られると思ったけど、残ってくれてよかったわ。舞さんにとって私は無能ですから。そうらしいね。それにしても舞ったら、よしきさんたちのことを本気で優秀だって信じちゃってるなんて。言っちゃなんだけど、舞が一番無能ってやつよね。実際は私に仕事を押し付けて、みんなは単純作業しかしてませんでしたからね。私が黒井さんにだけ高い給料を支払っていたのも実力があるからだしね。私のアイデアもあの方々に何度も盗まれましたからね。ま、舞さんがよしきさんを気に入っていて、何でも褒めると悟った瞬間から捨てアイデアばかりを与えていましたけど。やる。実はね、黒井さんはとっても有能な人なんです。天才よこの人。これまで様々なアプリの開発に貢献していて、実力はお墨付き。会社を立ち上げるとき、私が口説き落として入社してもらった人で、前も黒井さんの経歴は知ってるはずなんですが、若い社員たちに囲まれてはしゃいでいるうちに、その経歴さえも忘れちゃっていたんでしょうね。ろくに職場に顔を出さなかった舞は、当然黒井さんがどれほどすごい仕事をするのか理解しておらず、自分を褒めちぎってくれる調子のいい部下たちこそが有能だって思っていたみたい。黒井さんに辛く当たる前に何度も注意しそうになったけれど、その度に黒井さんは邪魔をして、あの人が私を無能だと思っているのだから、そう思わせておきましょうと言われたこともありました。だから舞は部下の真の実力を知らないんです。結果的に経営方針の異なる舞と縁が切れてよかったのかもしれません。今頃舞は同じ目標を持った部下たちと楽しくやってるんだろうな。な、なんなのよこれは。どうして完成間近だったアプリがまだ完成していないのよ。まあ、あれ無理っすね。てか、わけわかんない。いやー、みんなでどうにかしようって試行錯誤したけど、至るところにセキュリティが仕掛けられてるし、ソースコードも難解すぎるしで、まあどうにもできません。は、はぁ？どういうこと？自分で組んだコードの解読もできないわけ？俺たちやってないっすよ。はい？これ、ほとんどパニコさんと黒井さんがやってたから、俺たち知らないっす。はぁ？じゃ、あんたらは何やってたのよ。舞さん、ちゃんと俺の話聞いてました？ほとんどパニコさんたちがしてたってことは、少しは俺たちもやってたんですよ。少しはね。黒井さんができるくらいなら俺たちでもパパッとできると思ってたけど、いやー、ダメっすね。舞さん、なんでこんなすんげープログラミングできる人をダメ扱いしてたんすか？嘘でしょ？あいつそんなにできるやつだったわけ？陰キャだからって油断してたじゃないの。舞さん、経営者ならこれくらいどうにかできますよね。無理に決まってるじゃないの。私もパニコに丸投げだったんだから。舞さんもその口っすか？とにかくそれがダメなら別のアプリを何でもいいから開発してちょうだい。これじゃ利益どころか赤字よ。あ、そうだ。実は俺、ヨシキさんのアイディア、いくつかパクってきました。よくやった！このアイディアで、一儲けするわよ！おー！一ヶ月後。舞さん、クレームの連絡の嵐です。
バグだらけで、素人以下のアプリとか、ネットで酷評で、通知が鳴りやみません。どうなってんのよ。ようやく完成したアプリは、なんと欠陥だらけだったようで、大混乱に。え？個人情報流出？は？マイさん、どうしたらいいんですか？それは、そうだわ！パニコに任せたらいいのよ！え？電話が鳴り響くオフィスを出て、私はパニコの元へと駆け出したの。いつものように仕事をしていると、職場のドアを開けて、真っ赤な顔をした舞が入ってきました。そろそろオフィスのセキュリティも強化しないといけないみたいね。ほら見たことか。だから前からそう言ってるでしょう。パニコ、クロイ、あんたたちに朗報よ。私の会社に引き抜いてあげる。え？以前のポストに戻すのは無理だけど、私の部下として雇ってやるから、今すぐ。お断りします。なんでよ！なんでって、お宅の会社に入るメリットってあります？盗んでいったデータを処理できずに、ボツにしちゃって、代打でセキュリティ対策もされていない、内容すっかすかの、バグだらけアプリ作っちゃうようなポンコツしかいないような会社に。なんでそのこと？そりゃ、チェックするのは当然じゃないですか。優秀な人たちばっかりだったはずなのに、どうしてあんな仕上がりになっちゃったんでしょうね。新たな人材確保する前に、個人情報ダダ漏れアプリの対応をどうにかした方がいいんじゃないですか？できないからあんたにお願いしに来たんじゃないの？こういう時どうしたらいいの？教えてよパニコ、親友じゃないの？え？親友じゃないよ。お忘れですか？あなたが私を裏切ったこと。気安く話しかけないでもらえます？そんな黒い、お願いなんとかして、給料はパニコの倍払うから、今すぐうちに来てよ。倍？それは美味しい話ですね。でしょ？それじゃ、手付金として3億。手付金？しかも、3億？それから毎月、600万円の報酬を約束してください。600万？黒いさんの今の収入は、月300万よ。アプリがめちゃくちゃヒットしちゃったからね。そう、実はね、寝ずに開発したアプリが大ヒットして、控えめに言って、ボロ儲け中なんです。二人だけなのに、アプリなんて。できるに決まってるじゃない。私たちだって、初めは二人だったことも忘れちゃった？は？成功していろんなものを忘れちゃったみたいだけど、人を楽しませるアプリを作りたいって思ったら、こんなことにはならなかったはずだよ。何よ、どうせそのアプリだって課金させまくって儲けてるんでしょ。そりゃ課金もあるけど、ほとんどは無課金ユーザーだよ。プリンプリンってアプリ知らない？え？10代の9割がダウンロードしてると言われるプリンプリンってパニコが作ったの？と、黒井さんがね。そんなお金に目がくらむといろんなことが見えなくなるんだよね。うなだれている間にも被害はどんどん広がっているよ。助けてよパニコ。優秀な社員と頑張るしかないんじゃない？いや。舞の会社は瞬く間に倒産。損害賠償なども発生して多額の借金を背負った舞はプログラミングの世界から消えていきました。引き抜かれていった社員たちは舞についていったことを後悔し、トラブルの恐怖からプログラマーを引退し、今はほとんどが引きこもっているみたい。もうこの世界には戻ってこられないでしょうね。私たちは有能なプログラマーを新たに雇用して、みんなが笑顔になれるアプリの開発に向けて日々取り組んでいます。よーし、完成だ。お祝いパーティーでもしちゃう？それよりも睡眠を。だよね。わあ。私も久しぶりにたっぷり寝るぞ。いしし。
浮気だの不倫だのってさ、ほんとどうかしてるっつーの。もういい加減にしてよ、頭のネジ外れた靴にまた残されて、いつまでも黙っていると思うなよ。何もかもわかってるのよ、覚悟してね。どんな言い訳しても絶対に許さん。弁護士裁判誓約書、自動消費者料離婚成立。ああすっきりさよなら、正義は勝つ。涙の雨が上がって、虹のキャンディーが空から降って、キラキラの絨毯の上、新しい一歩踏み出してポケットに飛び込んだ。キャンディーの味は乗り越えた私だけのもの、甘い辛いライフビューティフル。私がバカだっただけなのに、どんなに叫んでも時計は戻らん。恋愛婚約結婚式、お前と過ごした時間を返せ。それじゃ僕が大げんきで二度と会わん。涙の雨が上がって、晴れ渡った空に未来を描く。飛行機雲弾いてく、新しいシャツ女の子。好きな食べ物はプリンだよ。おっと、あんなところにドキュンを発見。まったくあいつら迷惑しちゃうわ。じゃ今日もこのパニコ様がスカッと成敗しちゃいますか。いしし、嘘だろ、出来心だったんだ。すでにエンジンが壊れてた、ポンコツのクリメに乗ってしまった。自分を後悔するのはもうやめて。涙の雨が